超熱中症とみられる症状で救急搬送された人の数は愛知県で49人、岐阜県22人、三重県15人となっています。このうち、岐阜県川辺町では93歳の女性が自宅の敷地内の畑で倒れているのが見つかり、病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。また、岐阜県橋間市では今日午後、学校のイベントに参加するため、自転車で移動していた高校2年の男子生徒が 吐き気などを訴え救急車で病院に搬送されています。